はいどうも、めーやです。はいどうも、めっちーです。というわけで、今日もやっていきましょう、ファイトリーグ。いきましょう。はい、こちらです。はい、まあいいね、まあ、お見せしましょうまあ、まずは対戦ね。はいはい、 T 戦です。トイと GGG のチャック。はい、いきましょう。はい、いきましょう。これ、決めてくるタイプなんじゃないのやべ、こっちまずいっすよ。いきなり強いの見せちゃってんだよ。ケトラ3番とかでいいやろ。ケトラ1、懐かしいな。まあ、ケトラはね、7ターン目にまた来てくれればいいんで。そういうこと。ちょっとやばいね。これ敗北ドラゴンうまく引っ張るよ。引っ張るよ。ワンちゃん、ワンちゃんあるか。でもこれハリボテでは入れるでしょ。ハリボテ出しましょうか。うん、ハリボテバカ強いでしょ。ハリボテリクレインで残念しますか。うん、このユウコはまあほっときましょう。オッケー。はい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 、よいしょ。結構強いよこれ。いやマジでね、ハリボテは強い。バチコリこの後で400の長射程。うん、だから500ダメージ受けるんだけどなリクライニング行きましょう。これだからどうする。リクライニングガン攻めでいい。いいでしょう。まあ、どっちにしろバーストいくもんな。うん、怖いのが結局お相手はこれバースト打って、うん、婦人とかその鈴とかでバールの流れがあるんで、ね、それな、まあ、それ来たらもう負けですから。うん、500ダメージ追加で食らうしな確かに負けやん。一旦に出る魔法をかけといた。お願い、これ押しとく。はい、うまっ、うめうめえや。やべ、これやべえ、やっべえやつだ。これやべえやつだ。これで600ダメージ見てるから。500ダメージ見てるから。500ダメージが痛すぎるただあれはないからね、作るようないから。はい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 、まだセーフ。セーフだけど、セーフだがって感じだけど。何がミュウだよ本当にカスやん。何がミュウやねん、真面目に。次ワンチャンある。あるマジで、ワンチャンいきますか。うん、あるよね、地を使うというね。あるでしょ、でもワンチャンあります、マジで。場所次第。あ一番なっちゃいけないとこじゃねこれ。逆の2つだったんだよな。ここはオフェンスかディフェンスか。欲しいな。でもこれでよかった。あーでもよかった、これでよかった。うん、守ればなんとかなる。そうっすね。300300300っていう火力はないと俺は思ってる。はい、これ、はい、頼むぜ。いチクリでマジだって。よっしゃー。オッケー。まずは顔見せのご挨拶。まあね、こういうワンチャンあるときはこっちのバーストも使えるぞと。そう。そして GGG 側はリューズをねリーダーにしているんで、まあ、またいろいろと面白い動きもできると。危ね。確かにこれ。普通に危ねえやんこれ。普通に負けた。危ねえ。あ、ザコでよかった危ねえ。 CPU でよかったマジで。おねえなんていらないよそっちだった。やめろっつーの。このアーツ綺麗じゃん。これちなみにワタロウらしい。え、リンタロウじゃないの。コメント欄でワタロウって言われた。あ、そうなの。うん、
けど、いや俺もあれなんだよな、ヘッドライン見返してないから分かんないけど、うん、リンタロって言ってそうな気もするよ。リンタロじゃないの、リンタロだよね俺らの中だと、うん、俺らはもうリンタロから抜け出せないからそこはちょっと許してほしい。俺らはもうリンタロから抜け出せなくなってる。そうなんだよ、リンタロのもう輪の中、うん、もう一戦いきましょう。はい、行きましょう。さあ行きましょう。安定の滝リーダーと安定です。お前のハートのブレイクショット、狙い通りだぜ。鋭い攻撃でリーダーを強襲する。これこの序盤戦手始めにどう配置する。普通に全部顔に当てりゃいいんでしょう。一ちゃん中途半端なんけ。さあ相手リーダーにダメージを与えた。ロイドでいいですか。いや、ピッキー12とかでもいいよ。にしますか。うん、いっちゃん中途半端な結果に終わったわ。ここでいい？いいよ。ゴミの木にジュエル飾れば、ハートときめくクリスマス。パーティーを始めて。うまいな。うまいな。リュウズかわいいな。リュウズかわいいね。リュウズもアニメで多分出てくるんでしょ。うん、そうなの、知らねえか。うん、知らねえよ。知るわけ なんでいきなり裏話知ってますか的な。裏話お前知ってんだろみたいなノリで話してて、やめてもらって。なんか俺が本当にその裏話知ってるみたいな流れになるよ。知らねえから。いや確かでもいた気がするんだよね、あのポスター。へえー、マジ。いや、あっちってお前だよ。どっちにしようかな。やめろっつうの。これは普通にドライヤーが、ドライヤー行っていいっすか。うん、ドライヤー4安定だべ。強えな、ドライヤー。ドライヤーなんだかんだ強えな。ドライヤーね、マジでいい。逆にこれあれだからね、2度出してたら500回復してくからね。そう、500じゃねえや、400だ。1、2、3、そうだね。プロテインだね。それも強いね。200プラス、じゃあでも今の2路を 9番に置いてたら600だったね。200足す600どころじゃない、200足す800回復してる。800はやば。2路は意外に回復力高いんですよ。まあ、ただミンチがそれてないんだもんね。そうするとそれるよね。あっちの方向的に9号なんだろう。あっそれてねえ。いやそれてねえ。200100プラス300だから400しか出ない。いや、ドライヤーを何だでしょう。ああ、そういうことか。うん、でもそしたらあれだよ、走りをしてるんだよ。そうそう。あんま感じで。いや、これ、リュウズバッチリですね。リュウズのさ、リュウズのセーティングベースってさ、マジ使いづらくね。気づいちゃったね。これじゃあファイティングマス打つの忘れてた。しかも気づいちゃったね。そうファイティングマス打つの忘れてた。俺が俺打つわ。じゃあ、うん、気づいちゃって、この後手のリュウズのファーストのマジ弱いな。どのタイミングで使うね、具合がすごいね。やばいね、うん、やっぱ先手リュウズじゃん。先手リュウズですね、これをね、うん、しかもたくそだな、たくそだなこれ。まあいいんじゃない、4番ランプこういうやつやっていい。それでやっていい。それでしかない。はい、超うまいな。これでさらにこっち400回復してるって、ね、そう。はいはい、良いですね、いい回復力。ファイティングバースト回復で使っていなくても、このハリボテドラゴン強いな。このハリボテマジ資格なしやね。このかまってちゃんもやばいけど、かまってちゃんもやばい。1、3におけるかまってちゃんってチートで、チートやばいね、うん、こうなったら楽しいけどね。そうなんだよ、リュウズデッキはねマジで楽しいんだけど、なかなか難しいね。やっぱり難しいよ、うん。いいね、夢のある明日。ザッシュ、うん、もう一度いきますか。もう一度いきましょう。はい、いきましょう。さあ、いきましょう。誰
誰だよそこ触れんといて。いやマジか、3番にラムちゃんでもいいんじゃないですかね。このあれだね、先行1ターン目の俺ら奥ファイターの弱さったらないですか。ないけど先行引く時点で弱いですまあね。下がった消さないでもいいからまあそうね、なぜか下がったと。絶対下がんねえからさ意味が分からない。なるほど、深いね。取れねえんだけど、取れねえよこれ。深いわ。どうする、ここしか取る道がねえ。そうなんだよ、しかも300ダメージ受けちまう。めちゃめちゃキモいよ。どうする、それいや、ねねねねスルーでよかったか。ねねスルーやろ。だからビッチクリオン5番やろ。なるほど、ねねやつから下がりつつ終わったわ。これ終わったね。強えんだよトイ JP は。 CPU に負けるのマジあるぞ。いいよ、はい、素晴らしいよ、ありがとう、まあ、このままなくなる。いい本当に CPU マジで謎だわ。おいちゃんありがとう。せーな、バースト打てない。これ守ろう、うん、でピッキーで顔、おいいよ、ピッキーで回復や、ピッキーで回復しましょう。ウキ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 バーニングフェイスマジできついな。ここしかないか、S3 でいいだろ。ツールーシーが取れない。ツールーシー別に取んなくてもいいんじゃね。いいどうせクリティカル出すよ、俺の B 型ヘリコプターセンス5だから頼む。300回復でかいね。300回復ありがとう。一気にイエーイ、まあ、いいやろ、いいでしょう。いやだってこれ残ってたがむしろあの少年美少年の時に強いから、ほら、なるほどね、うん、しょらなくていいやつはしょらない。これでしかもツールーシーになるパッティーンもあるんですわ。まあそうね、これだってピッキーマジで話変わってくるからね、うん、なんでいつもさわけわかんないとこで弾くのにさこういう時弾かねえのかなと残ってんじゃねえかもしれない。どうだ、熱中症にご注意を。いいっすか、僕打っちゃって。打ちます。町娘6でもいいっすよ。町娘 6? あ、これこれでリクライニング5。なんかしら絶対打ったら強いですね。いや、打てよ。だとしても打ちだ。怖っ。だとしても打つって盤面だ。リューズ使いたいってこの歴史最初作り始めたのにさ。だってリューズ、しょうもないじゃん。リューズ後手の時点で全ておかしかったんだけどね。いや、それだそれ。はいよ。ほーら、真っ赤だろ。カジョウウキ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 。8番ケトラ行こう。8ケッティにしますか。ケトラターンなんで次にね、はい、これからリクライニングで勝つとか。いや、リクライニングで600プラスだから、500プラス600プラス200だから、もう200か、残り200だ。じゃ残り100だ。相手リーダーの体力を削る。1300っていうか、美少年の効果とお化けの入って考えたら、いやもう勝ち
ちだし、なんか考えるのもめんどくさい。ちょっと結局あのお化けはそれてないか。確かに。どうでもよくなってきちゃった。ケトラ強いね。ケトラいいよね。もうちょいなんかジジジもさ回復キャラ欲しくない？ジジジ今さなんか耐えるキャラがいないんだよ。まあそっか。ピッキーぐらいじゃん。ピッキー。まあでもあとあれだね。チクリだ。チクリも100だけだぞ。回復にないしね。100ってなんで？おまけ程度。変わってじゃーん。はい、強い。うますぎ悪か。よかった。鋭い攻撃で相手リーダーを強襲。700、200。何人しか。あれでしょ。あ、200プラス300。はい。900、200。ぴったり。素晴らしい。ベチコン。はい、というわけでね。まあ、デッキレシピいきますか。全然強くねえけど。何このデッキって感じですけど、なぜか4連勝ぐらいできていると。そうね、負けてないし、はい、なぜか負けてないんですけど、まあ相手が相手だし、はい、まあレシピいきましょう。はい、はい、というわけでね、今日のデッキはこちらです。はい、何が面白いか分かんないですけど、この、うん、まあセンスが高いっす。そうですね、はい、こいつとかをリューズでやっぱり増やして、はい、うん、選定からいきなり500のね、謎の500火力とかが飛んでくるっていうのは結構僕は面白いなと思ってるんで、うん、キャンドル羊そこが強いと、はい、あとニロちゃんね、うん、これ結構回復役として優秀なんですよ。そうですね、まあ、元々リューズリーダーでなんか取りたいなってなって、はい、ファイティングバーストでリューズ使ってしまうと回復ができないから、うん、ニロとかまあ美少年で回復しながらは面白いんじゃないかと。そうで、ニロにドライヤーとか、うん、まあ、レンジだったり、はい、あと電動とか、ね、電動とかね、ここら辺使うだけでも結構回復ができたりするんで、うん、ですね、はい、このドレインはもっとなんかね、ドレイン増えていいよね、うん、増えたりとかなんかいい使い道をね、欲しいですね、欲しいですね、はい、はい、まあ多分本当パワーアップしたらめちゃくちゃ強いんで、うん、ニロちゃんは、はい、であとあれか、ハリボテドラゴンとあのリンタロウ、そうそうそう、ハリボテドラゴンとリンタロウの、うん、こいつね、このアームズを相手に渡すとかでも非常に強力な動きもできるんで、うん、そうですね、リンタロウは、はい、マジで何だろう、渡して、うん、自分のターンに相手に渡したら、その自分のターン処理の相手に300ダメージ入って、はい、相手は自分のターン中にリンタロウ処理ないんで、うん、さらに300ダメージ入って、はい、でうちは次の人はリンタロウ処理しないように攻撃すれば、はい、また300ダメージ入るんで、うん、リンタロウとアームズ出した時点で合計900ダメージ入ります。はい、めちゃ強い。そうですね、はい、っていうのができちゃうよと、はい、いうことで入ってます。アームズはねちょっとおまけ程度に。そうですね、まあ、全部おまけなんだけどね、はい、本当にそう、どんどんなんか崩れてってこのデッキになりましたけど、そう、まあ、非常に面白いデッキなんで、はい、噛み合えばまあ非常に面白い動きできると思いますので、はい、ぜひ皆さんも使ってみてください、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバイ。